して剣を抜くことはなかった。盾となることを望んだの。命を犠牲にして光になってみんなを守ったの。帝には話したわよね。私が魔の根源を断ちに行っていくつもの命を奪ったことを。本当はお母様みたいにすればよかったと今は思うわ。でもできなかった、できなかったのよ。お母様は魔にすら血合いを与えた。それほど全ての生きとし生けるものを愛していた。そんなお母様に私は近づきたい。今のコタンの美しい自然があるのは、今のコタンの人たちの生活があるのは、私じゃなくてお母様のおかげ。私はいつかそんな風に全てに愛を捧げられる巫女になりたいわ。だからきっとあの人の言うことは間違ってる。戦いが全てではないわ。いえ、戦いは憎しみしか生まない。もしも幸せを壊すものが現れたのなら、私は剣でなくて盾になる。誰も傷つけさせはしない。私が命を懸けて守る。帝よ、ナコルルはまだ帰らぬか。コタンからは離れておるのだが、ある村が凶事に見舞われたらしいのじゃ。疫病が蔓延し森が腐り始めたらしい。詳しいことははっきりせんが、相当深刻な被害が出たようじゃ。おそらくは魔の。ナコルルが戦いの旅に出て駆逐したはずの存在かもしれん。再び現れた。カムイコタンにも忍び寄ってきておるやもしれん。帝よ、ナコルルが戻ったらすぐに伝えるのじゃ。よいな。
すぐに戦わねばならなくなる。幸せの幻想を築くことなど私は許さない。あなたがいつまでも幻を追いかけているのなら私が壊す。知っているわ。それで、あなたはここへ何をしに来たの？私を疑ってここへ来たわけではないの。信じて。あなたは純粋ね。あなたはいつも私を一人の人間として見てくれた。影でしかない私を。そうね。誰かを信じるという行為は愚かなことだと思っていたのに、いつの間にか私も信じるようになっていたようだ。魔の者が迫っているな。再び世界を覆い尽くそうとしている。ナコルルが戦えない今、私が立ち向かわなければならない。これは私の使命。戦うことが私のすべて。あなたは戦えるわ。望み通り、ナコルルを守れるでしょう。あなたに教えることはまだたくさんあるのだけれど、もう教えられないわね。
生活のすべてを捨てて戦う覚悟がある。私についてくる覚悟がある。何でもない、聞いてみただけよ。あなたはもう帰りなさい。帝、そう、あなたは強い子ね。そして優しい子。すべてを話すわ、私のこと。私は戦いの精霊、ラコルルの分身。魔を倒すたびに出たラコルルは、多くの人間を斬り、そのことに苦悩した。優しすぎるがゆえに、ラコルルは自分の行為を許せなくなっていたのだ。そして深く傷つき、やがて戦うことを否定した。苦しんだラコルル、自分に宿る戦いすべてを拒絶したのよ。魂が二つに分かれるほどにね。戦う心をすべて担わされた魂、それが私、ナコルルそのものでありながら、心の影でしかない存在。戦う気持ちしかこの胸には存在しない、そう思っていた。だけどあなたと会うたびに温かい気持ちが宿っていた。私もナコルルには違いなかったってことね。ナコルルがそうするように、私の心にもあなたを慈しむ気持ちが生まれてしまった。だけどダメ。私は戦うことしか知らないから、この気持ちをどう表現すればいいのかわからない。私と戦いの旅に出れば、あなたはきっと苦しむ。戦う術しか知らない私と一緒ではない。でも私は人間ですらない、欠けた魂なのよ。私に教えられるのは、戦うことの意味、素晴らしさと、そして愚かさだけ。それでもいいの。戦いは諸刃の剣、使い方さえ誤らなければ自然も、そして人を守ることのできる強力な武器となる。
その逆になれば全てを滅ぼす。もしあなたがそうなったら私が切るわ。それでも来る。ありがとう。行きましょう、ミカト。